して科学産業博物館に展示されているのティールの実物大模型のティールはフランスの有人潜水調査艇であるフランス国立海洋開発センター及びその後ろ身であるフランス国立海洋開発研究所によって発注・建造された1984年11月に収益深さ6000メートルまで潜水可能であるのティールは バチスカーフを元に製造された小型潜水艇で、制服パイロットと科学研究スタッフの3名が乗り込める。長さ8メートル、幅2.7メートル、高さ3.81メートルで、耐圧核は、シタン合金で作られている。浮力材には、シンタクチックフォームを使用し、先行用バラストには、数ミリ系の鉄球を1トン積載する。潜美のメインプロペラのかに、 船体の前後左右に4つのスラスターを装備することで高い運動性を実現し、水銀を用いたトリムタンクによって船体のピッチ姿勢制御も可能となっている。3つの観測窓の他に、静止画像カメラ2機、カラービデオカメラ2機、一連のフラットライトを装備している。リモート操作によるロボットアーム2本により、海底の標本採取や各種水中作業をこなす。 ノティールはフランス語でオウムガイのことであり、ジュールベルヌの創作した潜水艦ノーチラス号やアメリカ海軍の原子力潜水艦ノーチラスなどと同一語源である。日本語ではノチール号と表記されることもある。潜水支援母船であるナディール・アタラント・プルクワパに搭載され、世界各地の海域で海洋地質学と深海生物学の研究に携わっている。 浸水後のテスト選考をプエルトリコ海溝で行い6740メートルの選考振動記録。初めての本格的な調査任務は1985年に行われた日本とフランスの共同調査、海港計画であり、日本海溝などに27回の選考を行って、プレートテクトニクスの研究に大きな成果をあげた。調子沖の海底で沈み込みプレート境界を初めて、 直接視認し撮影することに成功し、エリム海山に海底地震計、海底傾斜系を設置するなど、実証的なプレートテクトニクス研究の草分けとなる成果を上げている。ノティールは、船体と搭載装置の改良を続けつつ、2008年の時点で累計1600回以上の潜水を行っている。その先行能力を活かしてノティールは科学調査以外の 様々な任務に携わっている。1987年以降数度にわたってタイタニック号の残骸を調査してその画像を撮影した。2002年にはスペインの大西洋側で沈没した石油タンカープレスティージ号による大規模な油断事故の際に清掃作業に参加した。また2008年5月に完成した EN アンテリスニュートリの望遠鏡の建設作業に何度か。 使用されている2009年6月のエールフランス447便墜落事故に、際しては墜落機のブラックボックス捜索に従事した。ありがとうございます。